どうも、あさきでーす。本日の動画ではですね、じゃじゃーん。こちらが、なんと、キャディックス FPV さんという、ドローンの、まあ、カメラが有名なメーカーさんですね。から、今回なんと、デジタル FPV のゴーグルと、VTX とカメラのキットを、ご提供いただいたので、ちょっとご説明していこうと思います。こちらちょっとね、昨日届いたんですけど、この動画で開けようと思って、すごい開けるのをめちゃくちゃ楽しみにしておりました。開けていきまーす。よっ。こちらゴーグルです。こちらが、ワルクスネイルの、アバター FPV ゴーグですね。わー、まあ、こちら、デジタルの映像が映る FPV ゴーグルですね。一般的なのはアナログの映像で結構、まあ、画質的にザーザーしてて、まあ、粗い感じのアナログの映像なんですが、こちらのゴーグルではなんと、デジタルでその映像が見れるので、綺麗で細かいところまで映像を見て、まあ、距離感がつかみやすかったりとかっていったところで、より映像を見ながら飛ばしたいっていう時に使いたいなと思っております。そして、おお、こちらですね。こちらが、ワルクスネイルさんのアバター HD プロキットのデジタル用の VTX と、カメラと、まあ、アンテナのセットになります。で、今が、2023年の6月18日ですね。日本の法律的にこちらはまだ使っちゃダメな状態となっております。で、なんでかというと、アナログ FPV の場合は、VTX からゴーグルにこう一方向で通信をするので、VTX 側の開脚がされていれば OK なのですが、デジタルの場合はですね、ゴーグルと VTX でこう双方向通信をするので、VTX の技的だけじゃなくって、ゴーグル側も技的を取らなきゃいけないということになっております。で、現時点で、この VTX の技的はもう取っているのですが、このゴーグルの技的はまだ取られていないということで、まだですね、今日本ではこのゴーグルは使ってはいけないということになっております。なのでですね、私はすごいビビりなので、技的が取れるまでちょっとこれ、封も開けない状態にしておこうかなと思っております。ということで、今回の動画ではそもそもデジタル FPV を使うときに何をしなきゃいけないのか、というのは、アナログの FPV を使うときは趣味の範囲だとアマチュア無線を取って、で開脚してみたいなことをするんですが、デジタルの場合はどうすれば使えるのかというところをご説明していければなと思います。ただですね、結構私も調べたんですが、わからないことだったりとかもいろいろあるので、もし間違ったことを言っていたら、コメントいただけると嬉しいです。っていうのと、あと、もしここで言ってることが違ってたりしたら、YouTube の概要欄にも訂正を追加していこうと思うので、そちらもチェックしていただければと思います。ではまずですね、この FPV を使うときに、気にするポイント、その1は、FPV の映像伝送をするときに、どの周波数帯を使っているか、ということになります。で、今、FPV で使っている周波数帯は、大きく分けて2つありまして、1つが 2.4GHz ですね。で、これが、DJI FPV とかですね、で使っている周波数帯。で、もう一つが、私が飛ばしてる5インチとかで使っている 5GHz 帯の2種類あります。で、DJI FPV で使っている 2.4GHz 帯は免許がなくても使うことができる周波数帯になっております。なので、2.4GHz 帯の映像伝送が使われている FPV を飛ばすときは、特に開脚だったりとか免許だったりとかは不要になります。で、問題はもう一つの 5GHz 帯ですね。で、この 5GHz 帯の電波を使うためにはどうすればいいのか
というと、アナログの映像の FPV の場合はアマチュア無線を取って対局するだったりの手順を踏んで初めて使うことができます。で、デジタル FPV の場合、アナログ通信と同じように VTX を対局すれば使えるのかというところなんですが、現時点ではアマチュア無線を使って運用できるデジタルのゴーグルと VTX の組み合わせというのがありません。で、なぜないかというと、アマチュア無線の運用対象の条件から外れているからということになります。具体的にどういうことかというと、例えばアマチュア無線で使える周波数帯域幅から外れているかだったりといったことがあります。で、どういうことかというのをちょっとご説明していこうと思います。こちらがですね、総務省が出しているアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の、情報なんですが、ここにですね、ここですね、中4のところに、これがアマチュア無線で使える帯域を使用する場合の占有周波数帯域幅の許容値は一定する値に関わらず 17MHz 以下とするというような形で、アマチュア無線を使う場合は許容値が 17MHz 以下ということが書かれておりますと。で、デジタルの場合は通信量がとても多いので、ここの 17MHz 以下に収めて議席を取るということが何やら難しいらしいです。なので、もしこの許容値以下に周波数帯域幅を収めることができれば、デジタルでもアマチュア無線で運用できるということになります。ただですね、まあ現状議席が取れているデジタルの FPV システムでこの 17MHz 以下に収めることができていないので、現時点で出ているデジタル FPV システムはアマチュア無線では使えないということになっております。ではでは、このですね、ワルクスネイルの場合はどうすればいいのかというところになりますが、まずですね、議席というのは何種類かありまして、普通のアナログの FPV で使っている、まあ、アマチュア無線の議席だったりとか、あと業務用で使う議席だったり、あと Wi-Fi の議席だったりとかっていう何種類かありまして、どの議席を取ったかによってやらなければいけないことが変わってきます。例えばアマチュア無線だったらアマチュアの無線の免許を取って開局しなきゃいけないし、業務用だったら JUTM っていう団体に加入して業務開局用の開局手続きをしなきゃいけないだとかっていうことが必要になってきます。で、今回こちらが議席が取れているので、ちょっとその議席の内容を見ていきたいと思います。まずですね、普通に議席確認とかで検索すると、これですね、技術基準適合証明を受けた機器の検索っていうのができます。なのでここに飛んで、でちょっと番号わからないので、氏名または名称にバルクスネイルと入れます。で、送信を押すとバルクスネイルが出した議席の一覧が出てくるはず。こんな感じですね。これがバルクスネイルデジタル HDFPV システムなので、これっぽいですね。で、詳細を見るにはここですね、番号のとこを専用で押して表示します。で、ここに書かれているのが、工事設計認証を受けた特定無線設備の種類が第2条第19号の3に規定する特定無線設備と書かれています。じゃあこれが何なのかですねっていうのを調べてみると、でまたこの総務省のページですねに、第2条と種別名の対応表というのがあるので、ここで先ほどのこれですね、第2条第19号の3というのを見ると、 5GHz 帯省電力データ通信システムと書かれております。これいわゆる Wi-Fi です。ちなみに動画では Wi-Fi と言っていますが、これが Wi-Fi なのか無線 LAN なのかといったところは謎です。ただ Wi-Fi でも無線 LAN でも法律的な扱いは同じなので、動画で言っている内容に特に変更は出てきません。ちなみに Wi-Fi は無線 LAN の認定名の一つになります。なのでですね、こいつですね、この VTX は、まあ、Wi-Fi の議席が取れてるんだなということがわかります。なので今ワルクスネイルさんがこちらもですね、同じく Wi-Fi の議席を取ろうと頑張っているところになります。
ですね。じゃあ、こっちの Wi-Fi の履歴が取れればもう、どこでも飛ばせるのかというと、実はそうではなくってですね、飛ばせる場所だったり条件というのが決まっているので、ちょっとそれを見ていこうと思います。で、今回のワルクスネイルの場合ですね、こちらの 5.6GHz 帯に該当します。で、この中の利用可能場所ですねがこちらになります。で、これを見ると 5.6GHz 帯は、まあ、室内だったら飛ばせるというのと、室外でも地上だと OK で上空だとアウトといったような法律になっております。なので、このまあ上空が具体的に地上から何メートルなのかといったところがちょっと定義されていないので、結構微妙なところではあるんですが、こちらですねが Wi-Fi の履歴を取っても室内でしか飛ばせないと、まあ、あとは野外の地上ですかね、でしか飛ばせないということになります。あとですね、実はこのワルクスネイルさん、Wi-Fi の履歴認証だけじゃなくて、業務開局用の履歴認証だったりとか、あのアマチュア無線用の履歴だったりとかっていったところも、あの視野に入れて動かれているということなので、そちらもすごく楽しみですね。はい、というわけで、こちらのデジタル FPV システムですね、飛ばすにはどういう手順が必要なのかというのは、こちらの VTX とかゴーグルがどういう技適を取ったのかというところに寄ってくるので、それを調べて適切な準備をした上で、飛ばす必要があるということになります。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。で、ここまで来たらですね、 Wi-Fi の場合は設備の種別がまあこれだということが分かったんですが、じゃあ業務開局の場合は何なんだろうっていうのが、まあ、気になってくるかと思います。てか私が気になったんでちょっと見ていこうと思います。で、今日本で出ている業務用の VTX って数種類しかなくって、一つが昔からあるこれですね、ボーダックさんから出ている HN10T という VTX で、数年前に FR スカイさんから出てきた VS600 ミニというやつと、あとはDJI のエアユニットですね、こいつですねくらいなのかな。なので、それぞれメーカーさんが履歴を取ってくれていると思うので、それらの無線設備の種類を見ていきたいと思います。1個目が HN10T ですね。をちゃんと出てきてますね。これは第2条第72号に規定する特定無線設備なので、調べると無人移動体画像伝送システムで申請を出しているので、業務用がこれですね。お、でも確かに、あの総務省のページのドローン等に用いられる無線設備についてのところで、無人移動体画像伝送システムを使うには三陸特異常が必要ですって書いてるので、まあ、まさにこれ業務用の VTX だということですね。こっちも見てみますか。 VS600 ミニ、VS600、 お、来た来た。で、この VS600 ミニも第2条第72号って書いてあるので、業務用なんだということがわかるかと思います。で、お次がこの DJI エアユニットを調べたいんですけど、 DJI で調べるとこんな感じで272件も見つかってどれかわからないというのと、エアユニットで調べても出てこなかったんですね。なので、さっきのところからこれですね、技適番号というので絞り込んで見ていきたいと思います。これですね、お、出た出た、 DJI のこいつですね。で、これもやっぱり、業務開局してる、VTX になりますということがわかります。なので、メーカーから VTX が出るといった時はこちらのサイトで調べてみるのがいいのかなと思います。ちなみに、アマチュア無線で、開局している VTX は、この技適の登録っていうのをしていないので、開局の時に自分で、JAD だったり、TSS という保証機関に、まあ、その VTX をチェックしてもらって、問題ないことを確認するということをしてもらう必要があります。